教えてティアモの今日のお声。お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。今日もまた結構シックな装いで、早速アイテムのご紹介をいただきたいんですけども、はい、ありがとうございます。このジャケット以前にも紹介してますよね。あ、タリアトーレのポップサックっていう、はい、ポップサックのメタルボタンですね。ねえ、ゴールドが、はい、ブレザー、ブレザーね、はい、ちょっとイタリアンっぽいツヤのある、はいはい、ちょっとかなり薄い軽い感じですよね。ねえ、これ裏地もないし、いいですよね。これね、すごい、ぜひちょっとブレザー導入で、はい、ちょっとおすすめジャケットですね。で、中にはノックネック、ノックネックと、はい、ヒットと、パンツはこれはブルックスブラザーズ、これも以前ご紹介しているブルックスのですね、ワイドですね、ワイドパンツ、ちょっと横を見せて、あんまりこのテーパーとしてない、これはしてないタイプですか ね、はい、定番の形で、なんだっけ、マディソン、マディソン、マディソンというヒットのちょっと少し太いズゾンってやつですね、はい、そしてこれ、出た新作ですね、これグッティ、おぐっちさんですね、グッティです、グッティグッティグッティってグッティです。スタバいじりされた、はい、あのベルサーチに続いて、そうですね、メデューサの靴だというのに、スタバの靴だと言ったあのベルサーチの靴に代わる第2弾のちょっとベルベットシューズ、ね、でも最近このゴールドの刺繍の入ったスリッポンってちょいちょい 見るようになりましたね。多いと思いますよ、楽ですしね、ちょっとこうエレガントさも出せるんで、スリッポン好きにはたまらない、よだれ出ちゃうやつですね、ジュルジュルいっちゃうやつですね、はい、ベロベロしちゃう、ベルリンシックな中にこのゴールドの差しが効いて、そういうことでございます。非常に、はい、よろしいかと思います。はい、はい、ありがとうございます。ちなみにそのベルサーチの下りで言うと、これ言っていいのか分かんないですけど、その本社の人見てましたよスタバいじりを、スタバのバレちゃってましたね、はい、コメントでいただきましたよ、そのあれはスタバの靴ではないですなんか俺が怒られちゃったんですけどまあネタとしてちゃんと伝わってるんじゃないですかね。今度そうですね、謝りに行くっていう動画も撮りましょうね。逆にスタバからうちの靴作りませんかって言われちゃったりしてね、ねんか履かないでしょ、履けないんだ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。